サンタマリア級フリゲートはスペイン海軍が保有するフリゲートの艦級である。本級はアメリカ海軍が装備するオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートをスペイン国内でライセンス生産したものである。スペインでは1960年代より戦闘艦の国産化計画に着手しており、その第一陣として1968年から1976年にかけて バレアレス級フリゲート5隻を建造した。これはアメリカ海軍のノックス級護衛駆逐艦をもとにアメリカのギブスコックス社によって設計され、スペインの軍事造船株式会社バサン国営公社によって建造されたものであった。しかし当時、アメリカにおいてはコンセプトから抜本的に見直した新しいフリゲートである オリバー・アーハザード・ペリー級の計画が進められており、1975年6月にはネームシップが寄稿されていた。これを受け、バレアレス級の最終艦が収益した翌年にあたる1977年6月29日には、早速ペリー級の設計に基づいて3隻をスペインでライセンス検査をする契約が締結された。ただし当時、スペイン海軍では軽空母、 プリンシペデアストリアスの建造計画が具体化しつつあり、こちらが優先されたことから、ペリー級のライセンス建造計画は1981年までほとんど停滞することになった。その後、1982年5月22日にネームシップが寄航されて建造が開始された。1986年中頃には4隻目が、 そして1989年にはさらに5.6隻目が相次いで追加された。NFR-90 構想の断念に伴い、さらに6隻の追加建造も検討されたが、これは実現しなかった。船体や指揮官などの設計はいずれもアメリカのオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートのオサ船体系を踏襲したものとなっており、強く鋭角に傾斜した。 クリッパーバウを備えた平ら板型の船体や環境から煙突、ヘリコプター格納庫まで艦の前後にわたってほぼ一体化された長大な上部構造物といった特徴も共通である。ただし潜伏は原型艦の45フィートに対して46.9フィートと幅広になり復元性を増している。これは後日の近代化に備えて 装備の搭載余地を確保したものと考えられていた。また、後期立造艦2隻は、女性の乗務に対応するため居住区を改正しており、前期立造艦4隻も後に、同様の改修を受けた。指揮官も、同様に、コガーグ構成で、ゼネラルエレクトリック LM2500 から30、ガスタービンエンジン2機を搭載して、減速機を介して一軸の推進機を駆動する、方式とされた。 なお、本級が搭載する LM2500 は、イタリアのフィアット社によるライセンス生産機である。なお電源系は強化されており、原型艦の発電能力が 3000kW であったのに対して、本級では出力 1000kW の加藤アディソン 114? デュルディーゼル発電機4機を搭載して 4000kW を確保している。装備面でも基本的には原型艦である。 オリバー・アハザード・ペリー級のものが踏襲されているが、近接防空システムや電子戦システムについては、国産機内使用周期に変更された部分もある。レーダーはいずれも、原型艦を踏襲して、対空捜索用としては、アン、SPS-49 が、対水上捜索用としては、アン、SPS-55 が搭載された。なおアン、 SPS-49 のバージョンについては、前期立て増艦4隻では4、後期立て増艦2隻では5とされている。またソナーも、原型艦のアン、s q s 5 6の輸出版であるデマイナス1 1 6 0を船底に搭載するとともに、アン、s q r 1 9 2戦術栄光ソナーも搭載された。これは、ペリー級において最重要の対戦センサと、 位置づけられていたものであり、本級に搭載されたのが、完成機としては、世界初の輸出例であった。ペリー級において、簡易型海軍戦術情報システムは、能力限定型ターターシステムと組み合わせての、防空能力を確保するために、重要な装備とされており、本級においても搭載された。その戦術情報処理装置としては、イタリア製の IP-10 が搭載されたが、 最後の2隻では国産化されたトライトンマイナス3に変更されたともされている。さらに武器完成能力を強化するため、イネゼル、フェイバドーナ及びスティング射撃式レーダーの追加装備も検討されている。また1997年により、スペインの衛星事業者であるヒスパサット社の通信衛星に接続するための SHF 衛星通信機が順次に後日装備されている。 ペリー級において、上記の通り、能力限定型ターターシステムによる、防空能力はそのコンセプトの重要な一翼を、担っており、これは、本級においても搭載された。従来のターター艦では、ミサイル射撃式装置として、マーク74を搭載していたのに対し、ペリー級では放射撃式装置と兼用で、マーク92を搭載した。本級の場合、 前機立造艦4隻では、マーク92モッ d 2、後機立造艦2隻では、モッ d 6とされている。これによる指揮を受けるミサイルシステムの発射機としては、ペリー級と同様、単装式のマーク13モッ d 4を、監視艦板上に搭載する。ここには、通常、防空用の SM-1、MR ブロック V 艦対空ミサイルを32発。 中央するのに加えて、耐水上火力として、ハープーン艦隊艦ミサイルも発発搭載されている。手砲は、ペリー級と同様に、イタリアのオートメラーラ射程 76mm、コンパット砲を一機、上部構造物中部の煙突直前の例に、艦艦レベルに搭載している。上記の通り、SM-1MR と兼用で、マーク92の射撃式を受けている。一方、 CIWS としては、上部構造物後端に、国産のメロカを一機搭載した。これは120口径長 20mm 機銃を12、連装にした砲塔と、ランイナス1 2 l X 低空警戒レーダー、AN、v p s に射撃式レーダーを連動させた、ものであるが、射撃式レーダーについては、RTN-30X への換装が、計画されている。 電子戦システムとしては、原型艦では、アン、s l 9 3 2が搭載されていたのに、対して、本級では、イタリアの設計による、電子攻撃、電子戦支援の療養器であるネットゥネルマーク、3000電波探知妨害装置が搭載された。ありがとうございます。